トマス・ヘンリー・ハクスリー。トマス・ヘンリー・ハクスリー。1825年5月4日から1895年6月29日は、イギリスの生物学者。生は、ハックスリー、ハクスリーと表記されることもある。ダーウィンの番犬、ブルドックの異名で知られ、チャールズ・ダーウィンの進化論を弁護した。リチャード・オーウェンとの論争においては、 人間とゴリラの脳の解剖学的構造の類似を示して進化論を擁護した。興味深いことにハクスリーはダーウィンのアイディアの多くに反対であった。例えば全身的な進化。そして自然選択よりも唯物論的科学を弁護することに興味を示した。科学啓蒙家としての才能があった。不可知論の語を作って自らの信仰を表現した。ハクスリーは 生物発生説、属性説ともいう、生物の細胞は、他の生物の細胞からのみ発生する説と、自然発生説、無生物から生物が発生するという説の概念を作ったと信じられいる。ハクスリーは、イーリングの数学教師、ジョージ・ハクスリーの8人のこの中で下から2番目の子として、西ロンドンのイーリングで生まれた。17歳の時、 彼が奨学金を得ていたチャリングクロス病院で通常の医学の研究を開始した。20歳でロンドン大学で彼の最初の医学士の試験に合格し解剖学と生理学で主席を勝ち取った。1845年に毛の内部の鞘の中に今まで知られていなかった層の存在を証明する彼の最初の科学論文を発表した。その層はそれ以来白スリー像として知られることになる。 その後、ハックスリーは海軍に職を求めた。彼は、トレス海峡における、測量の仕事のために出版しようとしていた、HMS ラトルスネーク号の下界のポストを得た。1846年12月3日に、イギリスを経ったラトルスネークが、南半球に到着するや、いなや、ハックスリーは、海の無脊椎動物の研究に従事した。彼はイギリスに、 彼の発見の詳細を送り始め、そして彼の論文メズサエかの解剖枠トるイジについては1849年にフィロッサファイケル・トランザクションスにおいて王立協会から出版された。ハクスリーはメズサエ、ハイドロイド及びウミシワ族のポリープを同じグループにまとめた。これらは後に彼がヒドロゾアの名前を与えた綱、ヒドロムシ綱を形成することになる。 彼が発見した共通点は、綱のすべてのメンバーが、中央の区あるいは、消化管を内包する二つの薄膜から構成されているということであった。これは現在では、四方動物門と呼ばれるものの特徴である。彼はこの特徴を、より高等な動物の肺の小膜構造と粘膜構造に比較した。ハクスリーの業績の価値は評価され、1850年に、 イギリスに戻った翌年に、王立協会のフェローに選ばれた。1852年、26歳の若さで、ロイヤルメダルを受けたばかりか、評議会議員に選出された。しかし、生涯の友人だったジョセフ・ダルトン・フッカーと、ジョン・ティンダルとの友情は変わらなかった。彼がラトルスネークの航海の間にしていた観察に、取り組める、よう、海軍省は彼を、 名目上の下界助手として雇った。こうして彼は、主事の重要な学術論文を書くことができるようにな。特に、ヨハネス・ペーター・ミュラーがその動物界における位置づけを行おうとして断念した、微虫類、オタマボヤ類の分類の問題を解決したホヤ類の論文と、優等軟体動物の形態学についての論文が有名である。ハクスリーは海軍を辞め、 1854年7月に王立鉱山学校、現、インペリアルカレッジロンドンの講師になり、翌年には英国地質調査所の博物学者になった。この時期に属する彼の最も重要な研究は、1858年に王立協会で行われた、脊椎動物の頭骨の理論に関するクルーニアン、講義であった。この中で彼は、以前ゲーテとローレンツ王権が支持した。 頭骨と脊柱が相動機関であるというリチャード・オーウェーンの見解を却下した。後に作家となるハーバート・ジョージ・ウェルズは学生時代にハクスリーから生物学を学んでおり、特に進化論には生涯を通じて影響を受けることになった。1859年にはチャールズ・ダーウィンが種の起源を出版した。ハクスリーは以前に それを支持する十分な証拠がないとして、ジャンバティスト・ラマルクの進化理論を拒絶していた。しかしながら彼は証拠がまだ欠けているが、ダーウィンが少なくとも実用的な基礎として十分に良い仮説を与えたと信じ、そして本の出版の後に続いた討論で、ダーウィンの主な支持者一人になった。彼は1860年2月に、 王立科学研究所における講義でこれを支持し、そして6月に、オックスフォード大学博物館で行われた、王立科学研究所のミーティングにおける討論において、自然淘汰の団員の理論に賛成した。彼の友人フッカーはこの時賛成についたが、オックスフォードの司教、サミュエル・ウィルバー・フォースと HMSB グル号の船長、ロバート・フィッツロイが反対いた。 これ以降ハクスリーは人間が猿と関係があったと主張して人間の起源の主題に集中した。このために彼は人間が脳の解剖学的構造によってすべての他の動物から明らかに否っていると主張するリチャード・オーウェンから反対された。これは実際には周知の事実と一致していなかったので主審の論文や講義で効果的にハクスリーによって反論され、 1863年に自然界における人間の位置についての証拠でまとめられた。この論文の口絵で初めてハクスリーは猿の骨格と人間の骨格を比較する有名な絵を印刷した。ダーウィンは人前で議論することを好まなかったので、その後も好戦的なハクスリーが論争の前線に立つことになった。ハクスリーはダーウィンに宛てた手紙でこう述べている。 あなたはやりすぎだとおっしゃるでしょうが、私と同調者たちはあなたに対して行われる批判に反撃するために常に爪と牙を磨いて待っています。この間に、ハクスリーが王立鉱山学校においての博物学の職を得ていた31年間は主に古生物学の研究で占められた。化石魚についての多数の学術論文が多くの広範な形態学上の事実を立した。 化石波虫類の研究は、1867年に、王立医科大学で開講された蝶類に関する講義の間に、彼が竜意味類という名で結びつけた二つのグループの基本的な類似性について解することにつながった。1870年以降は、公務のため科学的な研究から引き離された。1862年から1884年までに、 1871年から1880年まで、彼は王立協会の事務局長、そして1881年から1885年まで総裁であった。1892年に数密委員になった。1870年に彼はリバプール英国協会の会長であった。そして同年新たに構成された。 ロンドン教育委員会のメンバーに選ばれた。1888年に彼は王立協会によってコプリー勲章を与えられた。彼は1885年に健康をひどく損ない、1890年にロンドンからイーストボーンに転居し、そしてそこで苦しい闘病の後に死んだ。ハクスリーの子孫には英国の学会において著名な人物が多数存在し、 孫のオルダス、ハクスリー、文筆家、ジュリアン・ハクスリー、ユネスコの初代事務局長、世界野生生物基金の創設者、そしてアンドリュー・ハクスリー、生理学者であり、ノーベル賞受賞者が含まれる。ハクスリーは、何かについてのすべて、すべてについての何かを学ぼうとしなさいの引用で、知られる。ハクスリーは、英国の学校が採用した、 学部制に大きな影響を与えた。初等教育では、読解、筆記、算数、芸術、科学、音楽など、我々が共採用しているものに類似した科目を広範囲に提唱した。高等教育では、2年間の基本的な一般教養の後に、2年間の一層を特定の分野に焦点を合わせた上位学部の学習というふうに、 どのように学校が運営されるべきであるかを予測した。これは現代のイギリスの大学における一般的な古典研究への新鮮なアプローチであった。彼の教育のアプローチの多くが1868年にロンドンのマクミランマガジンで最初に発表した深遠なエッセイ一辺のチョークで見出される。この記事はただの一辺のチョークから英国の地質学の歴史を再構築して そして科学の方法を組織化した常識であると証明する。今日見られないもう一つのハクスリーの重要な提唱は学校で聖書を教えることの普及促進であった。これは彼の進化論からすると調和していないように思われるかもしれないが、しかし彼は聖書が英国の倫理に非常に関係ある重要な文学的、道義的な教訓を持っていると信じた。彼は彼の著書。 進化と倫理での進化と倫理を和解させようとし、生き残るための可能な限り多くの調整の原則を提言した。シドニーで出会った英国人の移住者、ヘンリエッターアン・ヒーソーン。1825年から1915年と1855年に結婚した。ハクスリーは彼女を呼び寄せることができるようになるまで、文通を続けてた。二人は、文筆家。 レナード・ハクスリーを含めて4人の娘と2人の息子を設けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。